はい、今日は1月の17日です。興福寺とあります。ここは豊田市の上郷うねべという地域にあるお寺です。高政館という城主が、まあ城主ですね、そこでできたんですけど、その城主の案内はどこにもないですね。でも高政山興福寺になってますね。高政っていうのは誰だかよくわかりませんけど、まあこのお寺のこの辺にその高政という人の館があったんでしょうね。城というよりかきっと最初から何にもない、まず一つ目ですね。これイチョウなんですかね、これが。はあ、イチョウっていう感じがちょっと線の枝がないから、なかなか本堂はなかなか立派ですよね。よし、この宇都宮三郎さんの墓ですね。これきっと2つ並んでるけど、1つが宇都宮なんとかって書いてある。なかなか立派な人だったみたいですね。藤原関係ないか。これは誰の墓なんでしょうね。きっとこれも名のある人の墓らしい。墓かな、この高政館の人たちだろうな、きっと。これは2、4、6人ですね。周りは住宅地、畑、田んぼって感じですね。はい、先ほどの高政館からすぐのところ、ここが国営城址。何にもないですね、これこそ。なんちゅうとこなんでしょう。あの高政っていう人の子供かなんかがこの辺で、まあ城をもらったっていう、なんか面倒今見とったらありました。全然知らんやつばっかりです。神谷なんとかって書いた、あれは有名な公文家家だ、公文家ですね。はい、何でもないとこでした。創城って地名はありますね。フレア広場になった、この辺りに創城寺っていう城跡があったみたいですけど、ここも何にもないですね。まあ今日はこんなばっかしですかね。先ほどから同じ上郷の船部っていうとこですけど、これ城車量産あるけど何もないとこばっかりですね。しゃあないですね。福林寺とあります。これが先ほどのは国営城だったかな。あそこのすぐ近くにあるんですけど、ここに三河三大長者の一人の金高さんという人の墓があるということなんですけど、阿弥陀堂ってあれだな、きっと。まあ、なんてことないけど、ちょっと見に来ました。きっとそうだな。違うかな。あちらが上郷小学校ですね、きっと。この辺りが、内藤屋敷があった場所だっていうけど、基本的には何もないとこですね。まあ、今日はこんなとこばっかりみたいですか。ちょっとうんざりですね。向こうの建物が、県営の上郷住宅です。この辺りに上の下村城跡があったみたいですけど、ご覧の通りです。
今日は本当に本当に本当に残念ですね。こんなんばっかりです。はい、上の、上村城址、さっき下村だったんですね。初めて城城址の案内がありましたね。ではまあちょっと城城址の感じはしますね。城山稲荷さんがあります。でここはどうも徳川四天王の榊原康政が生まれたところみたいですね。まあ、この上が城があったんでしょうね。こちらは上郷の公民館になってますね。ちょっと入ってみようか。二つに分かれてるの。上にも社があるね。この一角だったな、きっと。そんな感じですね。この上郷公民館のところに城址の石碑もあると書いてあるけど、石碑はないな。まあ、しゃあないか。押釜城址、ここはちゃんと案内、石碑もありますね、あそこに。これは松平宗家その三代信光、ここから分かれた、押釜松平氏の居城だったということみたいです。しかし松平はすごいな。あちこちに何々松平、もう何箇所も見ましたね。一応石碑があるし案内もあるから、まあここは三角ですかね。ちょっと下公園になってるんだろうな。菩提寺ということでちょっと寄ってみました。なかなか立派な大きなお寺ですね。なかなかすごいね。ここなんか徳川ゆかりの稲荷社、稲荷社、臨床寺の中に稲荷社っていうのがあるんですね。家康はここで一向一揆、三河の一向一揆、ここで戦勝祈願したと今案内に書いてありましたね。稲荷神社です。先ほど言った上野の上村城か、あれが一向一揆側の拠点みたいになったらしいですね。感じがいい。こちらお寺ですよね。わあ、綺麗ですね。もう構えもこのお寺はなかなかなもんですね。鹿島社となりますけど、この辺りが
戸狩城があったところです。城主の案内、面影は何もないですね。二宮金次郎がいますね。はい、地獄の神社ですよね、これ。いや、あちらが鹿島社で、すぐ隣が雄三寺と、まあ、この鹿島社雄三寺、この辺りが戸狩城です。ちょっと後で見に行こうと思うけど、あちらは弥平川なんですけど、家康が桶狭間の戦いから戻るとき、矢作が渡ったのがこの辺らしいですね。石井があるそうです。なかなか立派なお寺ですね、これも。はい、見つけました。徳川家康渡船のところ、こちらが相手矢作川ですね。ここから矢作川を越えて向こうが岡崎ですね。家康18歳の頃になった。そうだよな、まだ今川義元の人質だった頃だから。あれが踏んで天神橋ですね。上がってこの多分八重川越えると三河の国ですね。あ、じゃあ岡崎ですね。こちらは戸狩、先ほど見た戸狩城がどこだろうな、あの辺だろうな、きっとこういうとこです。福の道神社、これはもう観光地化されてますね。でも、入場は無料みたいですね。ちょっと見てみるか。逆がいかんな、これ。こちらが宗家だね、家康の名前がある。で、奥殿の松平、今日見たな、松平のどこだったっけ。あ、上野か。あちこち松平家が分かれていますね。この陣屋よくなんですね。陣屋とかってありますね。城が持てない小藩、それらがまあ屋敷の周りに塀を巡らし堀を作って、かっこつけたというのが陣屋みたいですね。なんとかですか。あ、だけどなんかこれ近代風の水のあれが、あの管理が、はい。で、あちらが村住山という山です。まあ、ちょっと遺跡も残っていますね。さあ、歴代の松平、この王宮だったかな、王宮松平家の墓があるけど、あっちから入り行けそうだな。よし、鳥居の跡と案内がありますね。あそこになんか墓があるな。福田ね、今こう鳥居が続いてんだ。あれが墓かなと思ったら違うですね。七神宮と七つのちっちゃな門屋の社が、石の社か。ここに長老墓がありますね。この宗家の松平三代信光、この時にこの岩津城かとこの大牛城正門として
その4代忠近の子供がここの城主になったと。で、扇生松平氏が始まったと。その扇生松平氏の墓がここにあるんだね、歴代の。わあ、立派な墓だな。はあ、なかなかですよ。5代。読めんな。4代。これは何だいって最女じゃんけ。これは夫人の墓なんだって。藩主の墓じゃねえんだ。三代のりなり、のりつぐ藩主、藩、そうか、初代だな、これ。時代が変わってこっちになったんだな。あ、これが陣屋の跡地なんだ。さっきの下があれ、やっぱし茶店みたいなもんだな。三冠無料。おお、なかなか家も綺麗にしていますね。そうか、そういうことか。